今日はね、あ、そう、セトラブ配信ありがとうございました。配信ハーバリウムの配信でした。寒い、今日本当に寒かった。え、寒くない？なんかさ、2日前ぐらいあったかい日があったから、なんかすごいもう油断してたらすっごい寒くて。あ、襟かわいいってありがとう。これあれだよ、サーヤンとお揃いの前に、いつかな、 1年前ぐらいにお揃いで買ったお洋服です。そう、今日ね、サーヤンとサーヤンデーでした。あ、そう、ツイッターにもあげたので見てください。プリ欲しい？え、なんかプリだけでもうツイートしようかなってチラッと悩んだけどチラッと悩んだけどどうしようかな。そう、サーヤンとカフェに行ってプリ撮って、ガチャが見たいって、ガチャガチャしたの、サーヤンと。え、なんで知ってるの？なんで知ってるの？なぜ知っとるん？そう、焼き芋の専門店みたいな。ああ、そう、ホメラニアンのガチャしたんだよ。なんで知ってるの？見てたの？そう、ホメラニアン私めっちゃ好きなんですよ。サーヤンが言ってたのね、配信で。そう、え、ちょっと待って、そうそう、ガチャガチャしたのを見せようって思ってここに置いてたの。ホメラニアン、ポメラニアンじゃない、ホメラニアン。なんかね、もう褒めてくれるんですよ。え、ちょっと知らない方はちょっと調べてください。ホメラニアン、もうね、なんか君は生きてるだけで偉いんだよみたいな。すごいすごいね、もう褒めてくれる。褒めてくれる犬です。褒めてくれるポメラニアンです。ロールキャベツさん、クマありがとうございます。氷漬けのクマありがとう。そう、生きてることを肯定してくれるポメラニアン。ポメラニアンめっちゃ白飛ぶじゃん、めっちゃライト飛ぶじゃん。あ、そう、なんかいろいろあって、私何がどんな種類があって、そう、今日ねガチャガチャしてサーヤンが初めに引いて、次私しようとして、こうお金300円かな400円か忘れちゃったけど300円かな入れようとしたらね、お金がね200円だけ初め入って、もう100円がもう全然入んないんですよ。入ってもあのガラガラってこう落ちてくるの、通らなくて下に落ちてきて、なんかこの100円が悪いのかなってなって、サーヤンが交換してくれて、その100円入れても落ちてきて、
それでなんかもう、ちょっとなんかおかしくないって言って、もう一旦全部お金出そうって思って、なんか取り消しボタンみたいな、取り消しじゃないな、なんて言うんですか、なんか押すボタンあるじゃないですか。そしたらそのもう先に入れた200円が出てこなくなっちゃってそう、あ、返却、返却のボタンみたいな、そう出てこなくなっちゃって、お店の人探しに行きましたそう、ちょっと店長店長は呼んでないけど、そしたらね、なんか店のお店の方が来てくれて、白鳥さんタコ10個ありがとうございます、なんかガチャガチャって開いてスタッフさんが出してくれて、たらガチャガチャ、まだ引かれますかって言われたので、あ、はい一回引きますって言ったら、そのスタッフさんがガチャガチャを回して回してどうぞって渡してくれたちょっとでも私も自分で今考えたら回したかったので、そう、ちょっとさ、ちょっと回すの楽しみじゃないですか、回すのがなんか楽しいみたいなさそうそう、それあるじゃん、ちょっとさ、こう なんて言うんですか、このあの確かにこの商品いいんですけどね、いいんですけど全然、そう、ちょっとあのね感触ちょっと味わいたかったって今話しながら思っためっちゃ可愛いギフトありがとうございますそう、なんかちょっとまた行こっかなあ、それで、はい、これ可愛くない？でね、ん？で、この可愛いじゃないですか、表、この可愛いだけじゃないんです、ポメラニアンは、ポメラニアンは褒めてくれるので、待って今開けてる、そう、ポメラニアンは褒めてくれるので、この可愛いだけじゃなくて、見て裏にね文字が書いてるの、読める？見える？なんかぼやけて見えない？音は出ない、喋りません喋りません、君は僕の誇りだよ大好き君は僕の誇りだよ大好きって書いてる、励まされるね励まされる、ちょっとカバンなんかにつけよう、何につけようかな、いいですね、そう、ポジティブになれますね、ポメラニアンは。俺らじゃんって、あら本当ですか、ビルマさん、クマありがとうございます、ありがとうクマ、ということでガチャガチャを引いた話でした全種類コンプリート、どうしようかな、炭酸せんべいさん、かわいいギフトありがとうございます、そう、焼き芋のね専門店みたいなとこに行った、サーヤンが見つけて気になってるって教えてくれて、
確かにね。定型文にしようかな。君は僕の誇りだよ。あ、そして定型文って何個設定できたっけ？ 3 個？いや足りないな。君は僕の誇りだよ。あ、君は僕の誇りだよで一つにして大好きを一つ。あ、ちょっと変えとこえ、でも大丈夫ですか？なんか著作権の侵害とかならない？大丈夫え、ちょっとどうしよう、著作権の侵害になるかもしれない。ちょっと訴えられないですか？大丈夫ですか？ちょっと微妙に変えた方がいいのかな君は僕の誇りかもよ疑問系。そう、私皆さんにちょっと見せたいものがあったんだよ。見せたいものがあったの。すごくない？見覚えありますか？すごくない？あの成人式の日にいただいたバラなんですけど、4本かな、5本ぐらい、4本ぐらいあって、他の花は全部普通に1週間ちょっととかでもう枯れちゃったんですけど、この人だけね。え、すごくないですか？もう1ヶ月以上、1ヶ月ともうすぐ1週間ぐらい生きるんですすごいって思って、なんかね、すごくないなんでなんかもうすごいね、親近感じゃないや、なんて言うんだろう、愛着が湧いてます。枯れないでほしいなって思ってまだ飾ってますすごいですね。そんな1ヶ月以上花枯れなかったことないからびっくりしてるの私、という報告でした。あ、バラ、氷漬けのバラいっぱい、ありがとう。そっか、氷漬けにしたら枯れないかな。冷凍庫に入れようかな。そう、私今度じゃない、次のものづくりプロジェクトでハーバリウム作るんですけど、今日なんか説明会でお話、作り方とかどんなの作りたいかとか聞いて決めて、桜の花でね、作ることにしたの。すごい楽しみ。桜をね、閉じ込めようと思います、ハーバリウムの中に。そう、春を閉じ込めるイメージですね。私桜好きなんですよ。でも春しか見れないじゃないですか。だから閉じ込めます言い方って どういうこと？なん
言い方って何ですか。え、でもね、履かないから美しいみたいなとこもあるよね。なので楽しみです。一瞬だから美しいみたいなのあるよね。ロールキャベツさん、クマありがとうございます。ありがとう。私は履かなくないですよ。でも履かないのかな、人間みんな履かない履かないよね。でも世の中のものすべて履かないよね。今しかないからね。ゆういちさん、ギフトありがとうございます。お部屋ではスリッパ履いてるよ唐突、なんで、なんで分かったの今も履いてますけど、最近ね、新しい、これまで使ってたルームシューズから新しいものに変えて、すごい中がねモコモコふわふわでね、ちょっと幸せですお家の中で幸せです。これまでは普通のなんかそんなにモコモコじゃない猫のスリッパだったんですけど、ちょっと次はねピンクの中がモコモコのスリッパな、幸せ。初めて履いた瞬間、お家で一人だったけど、なんかモコモコでびっくりして、あ、にゃんこじゃんって独り言を言ってました。それぐらいモコモコです。そう、聞いてほしい、聞いてほしい。あの、私今日普通にね歩いてたら猫がいて猫がいて、昨日さ、昨日は尾道で私あんなに友達と猫を本当に探し回ったのに全然会えなかったのに、今日猫がいて、しかもすごい人懐っこくて、え、おいでってやったら、あ、もう来たんですよ本当に可愛かった。でも私猫アレルギーだから、もうすぐ手が洗えない、普通に外だからすぐ手が洗えない状況だったら触れないから、もうね、もう本当に撫でたかったけど、本当に撫でたかったけど、もう本当にもう悲しかったけど、撫でずに触らずに、そう、おいでってだけ言ったけど、来てせっかく来てくれたけど、ちょっともう、もう無念でした。もう猫アレルギーを恨みました。もうこれまでに500回ぐらいは恨んできたけど、そう、呼んだだけってなっちゃったそうなのよ。でもめっちゃ可愛かった。もうやっぱり猫は世界を救いますねって思いました。
500回は全然持ってないです。なんなら少ないぐらいです。私猫飼ってたのでもうほぼ毎日思ってたので。あ、ちょっと猫さんの写真ね、今日あの野良猫さん撮ったので明日メールで送りますまた今日送るつもりだったけどすっかり忘れていました。美味しかった。今日食べた焼き芋みたいな何なんだろうね、あれは。焼き芋なんかね、安納芋違うな、シルクスイートかなんだっけ、もう一つなんか品種があって選べたんですけど、私はシルクスイートが一番好きなのでシルクスイートを選びました。サーヤンが食べてたのも美味しそうだったな。なんかなんだっけ、クロワッサン、クロワッサン芋みたいなちょっと待って、名前忘れちゃった。多分ね、サーヤンがインスタにあげるのかな、あげないかな、わかんないけど、ちょっとチェックしてみてくださいあそう、さあちょっとあのツイート見ましたかサーヤンね、ブラックコーヒー飲めないサーヤンブラックコーヒー飲めないよすごいダメだなんかすごいすごいちょっとうざいやつになっちゃったちょっと笑いすぎた、笑いすぎたのでやめよう。そうムムムムムムってそうすごいちょっとマウントを取りすぎた。別にマウントを取ってた前ではなかったんですけど配信で反論してたの。え、別にでもバカにしてるとかじゃないよすいません、私あの最近でもないな、最近かな、半年前ぐらいから、いつからですか、もっと前かな、ブラックコーヒーをね飲めるようになったので、気づいたらちょっとそれからちょっとそれでどやるのがやめれなくてそう、二十歳になったら飲めるようになったのでそう、ヤンヤン、ヤンヤンとはね、いろんな話をしました今日小学生かって言われてる。そうなので、ちょっとブラックコーヒー飲めない人見ると嬉しくなっちゃうえ、でもサーヤン飲めないの意外だった。普通に飲めそう、飲めそうなイメージだったけど。あ、聞いてください、あの昨日遊んだ友達2人ともブラックコーヒー飲めないそうですブラックコーヒー飲めないって言ってました。またマウント取っちゃった。ちょっとやめよう。やめよう。ちょっとどやりすぎた。そう、今日チリパ収録だったので、ぜひ
ぜひいつかな放送は、放送をお楽しみに。いろいろと話しました。多分初めて話す、うん、初めてちょっといろいろまあ聞いてください。またちょっといろいろ放送があった後にお話しします。今日のさカフェのツイート、佐竹さんもいいねしてくれてた。今日そうお会いして本当にお久し、あチリパの収録はお久しぶりだったので、とても楽しくお話できました。まったりと。なのでぜひ聞いてください。そうなの、1年ぶりぐらいだったので、また行けたらいいなと、出演できたらいいなと思います。そんな須竹さんにブラックコーヒーのマウントは取ってませんよ。そんな常日頃取ってる人じゃないですよ。やんやん。そうタワーの、そうタワーのね、そうお礼を書かせていただきました。そう昨日タワーいただいたので、氷漬けタワーみたいな、氷漬けタワーであってるのかな。そうお礼書かせていただきました。でもね、あれで書いたの。ちょっとだからなんかこれまでにない感じなんだけど、でん、なんていうの、あれで書きました。ど忘れしちゃった。なんだっけ、あれで書いたの、iPad で書いた。なんかね、朝起きてゴロゴロしてたんですよ、ベッドの上で。それで、あ、そうだ、タワーのお礼まだ書いてなかったから書こうかなって思って。最近私朝早起きなので、朝そう時間があってゴロゴロしてて書こうって思って、なんだっけ、今日なんか、あ、ホワイトボード名前が思い出せなかった。ホワイトボードを取りに行って書こうって思ったんだけど、部屋がもう寒すぎてもう動きたくなかったので、ちょうどもう手元にあった iPad で書きました。といういきさつにより iPad で書きました。え、最近寒くない？そう、もう布団から出れなかったから、ここに iPad があるならiPad で書けばいいじゃないか。iPad で書けばいいじゃないと思って。あら。あれ？あれ？あれ？もうどっか行った。はい。
びっくりした、消えたかと思った。多分ライトを溶けて、はい、翔一さんタワーありがとうございました。ありがタワーでした、ありがとう、ありがタワーです、ありがとう。パチ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 、そんなそんな豪華じゃないよ、そんな豪華じゃないのであまり褒めないでください、そんな行き先じゃないよ、ありがとう。なんかやっぱ私最近ずっとなんだっけ、 iPad で書いてるので書きやすかった。ありがとうございました。パチ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 ありがとう。どうぞ、ライト復活。そう、何分、そんな文字を抜いてアップする、アップできるほどではないです。なんかでも思ったより時間がかかりました。普通にホワイトボードで書くつもりだったから10分ぐらいで書こうって思ってたけど、どう30分とかかかってたかもしれません。どうなんだろうか。10分ぐらいかかった。そうなの、そうなの、あのね、 LINE スタンプ、そうなの、書かない、書きます書きますって今日もちゃんともう言ってきたので書きます、ちょっと本腰を入れます本腰を入れます、忘れてません。本当にもうすぐもうすぐってそうなんです、ちょっとだんだん締め切りがなくなってきたのね。書きます、明日お絵描きデーにしようかな。コーヒー片手にお絵描きで、それはなんかおしゃれだね。あ、秩父ヶ浜の笑顔良きでした。本当ですか、本当に。もうあの写真は今日の朝のおはようの秩父ヶ浜の写真、笑顔の写真を載せたんですけど、本当に載せるか悩んでマネージャーさんに、これは載せても大丈夫でしょうかって連絡した。もしかしたらフォローを外されちゃったりしませんかね。
たら大丈夫だよって言われたので、じゃあ朝起きれて目が覚めて気が向いたらツイートすることにしますって返しました。おかっちさんめちゃ可愛いギフトありがとうございます。そしたらね、朝もう6時頃に目が覚めて、もうまあいっかって思ったのでそうツイートしました。ありがとう。ありがとう。朝からさ、朝からみんな見てくれて、最近ねなんか朝目が覚めるんですよ。なんでだと思いますか？朝寝れないの。寒いからあるかもしれない。じゃあ明日も朝目が覚めたらツイートしますけど、目が覚めなかったらツイートしません。それはそうか、そうだな、8時までに起きたらツイートしますけど、8時までに目が覚めなかったらツイートしません。8時だな。でもね、目が覚めちゃうの最近とか。でも言って明日全然気づいたら12時だとかなってるかも、だからあんま言わないとこ。でもここね3日間ぐらいなんか本当に、あれか、それは早く起きなきゃいけない早く起きなきゃいけなかったからかな。あ、でもそんなです、そんなうん、ここ最近そう、そんなでも目が覚めるの。なんでだろうかな。この前振りで翌日うまくいった試しない確かにそうなんですよね。私なんかフラグ立てちゃったら大体フラグを回収しちゃうので、あ、もうなんだろう、明日ツイートしないかもみたいな言ったら大体回収しちゃうんですよね、それを。なんかいっぱいそういうフラグ回収をしてきた。そうなんです、どうやったら終わっちゃうんです。最近早く目が覚めるのでツイートしてるんですよとか、そうやってどうやったらどうやったらね、何事もうまくいかないの。分かんない、まあ明日の私の目覚め次第ですね。じゃあ皆さん朝起きてる方はあるかないかお楽しみにということで。早く寝ようかな。
23時26分なの。でももうすでにそんな、今からさってお風呂入ってゴロゴロして寝たら、12時にお風呂入るとして1時に上がって、ああちょっと今もうあれかも、ちょっとなんかちょっと諦めかけたえ、でも3時になっちゃうね寝るのがちょっと今ちょっと諦めかけたサーヤンと今日ね、なんだっけ、真剣と真剣にやることと深刻にやることの違いについて話しました話しました。いろいろ話したけどね、そのうちの一つですね そういうお話をしたり、そう、真剣にやることは大切だけど、深刻にやったらダメなんですよもうちょっとなんかないのっていやもうそうですね、あーでもそう、プリ私本当に久しぶりに撮った気がした、久しぶりだった。なんかね、なんかすごいねすごいねプリって、もうめちゃめちゃに盛れるんだね。そう、ちょっと進化に感動した。プリメールとかで送りますね。楽しかったな。ということで、じゃあ今日はこれぐらいで終わろうかしら。テロップどうしよう。テロップ
い、じゃあそんなこんな感じで壇上を読ませていただきたいと思います。13位、 TM マンさん、ありがとうございます。12位、イギータさん、ありがとうございます。11位、ヨシヒコさん、ありがとうございます。10位、イッコーさん、ありがとうございます。9位、カズサさん、ありがとうございます。8位、ハーツさん、ありがとうございます。7位、カズさん、さやかに楽し、ありがとうございます。6位、ヒーロさん、ありがとうございます。5位、オガッチさん、ありがとうございます。4位、トリース、壇上変わった、変わった13位、ティームマンさん。12位、ギータさん。11位、ヨシヒコさん。10位、イッコーさん。9位、カズサさん。8位、カズさん。7位、ヒーロさん。6位、トリさんさん。5位、ウィルマさん。4位、オガッチさん。3位、白鳥さん。2位、ハーツさん。そして1位がロールキャベツさんです。ありがとうございます。ありがとう。そして本日の末吉の方はグッドアースさんです。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうありがとうございます。ダッチョじゃないんです本日のダッチョではありません。じゃあ皆さん、今日も一日お疲れ様です。寒いけど明日も頑張っていきましょうという感じでお疲れ様、ゆっくり休んでください。明日も一緒に頑張りましょうということで、おやすみなさい。夜遅いけど見てくれてありがとう。聞いてくれてありがとう。おやすみ。バイバイ。じゃあねー。